TN シリーズといえば、サイズはもちろんなんですけど、さまざまな、タイプのラトルがあります。まずは、このオリジナルですよね。このまあ、ジャラジャラっていうこのサウンドなんですけど、これ最も、ベーシックな、ラトルサウンドになってて、とにかく、迷ったらまずはこれっていう、サウンドです。これが、サイレントモデルですね。この、降っても音が鳴らないですけど、サウンドが鳴らない分、擦れたバスに、バスが擦れた状況とかプレッシャーが高い時なんかはこのサイレントモデルがすごく効きます。降ってもこうやって音鳴らないですけどこういうモデルもあります。この FT っていうのはこれね、フルタングステンモデルの略です。でタングステンの、大きい玉が中に入っていて、ゴロゴロという音ですよね。でこう、タングステンが入っている分、少し深いレンジを弾いてこれることができるっていうのがすごい、特徴です。これが、丸肌サウンドですよね。これ、乳白色の、防音素材で、できてて、防音素材なんでこう当たりがちょっとこう柔らかい感じの音になってます。でこの丸肌サウンドっていう名前からも、分かりますけど、ダウザーがすごくシークレット的に使ったモデルです。これが、ディスクノッカーですね。これ大きい、円盤型のウェイトがこう壁に当たっててすごく低音が響く、特徴的な音になってます。TN シリーズですけど、サイズでこういうふうにラトルサウンド たくさん種類があります。で、それぞれの、特徴を生かして使い分けていただいたらもう秋の、大爆発を、間違いなしなんで、ぜひ皆さん使ってください。